どうも、365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。まずはご覧の通りカレー365 T シャツをプレゼントいただきました。いつもこのカレーのシリーズ応援してくださる方よりどうもありがとうございます。とてもポップでキッチュなあの T シャツで、これからはあのこの T シャツをはじめとして、ユニフォームで動画をお届けすることが増えてくると思いますので、またよろしくお願いします。それでは今日食べるのは飛騨牛ビーフカレー。おなじみの飛騨牛のビーフを使ったカレーということで、パッケージもあの二重包装っていうんですかね、あの豪華な形で、高級感のあるレトルトカレーです。飛騨高山牧場の飛騨牛、楽しみです。飛騨牛ビーフカレーです。それではいただきます。飛騨牛、牛肉のブロックが4つぐらい入ってますね。あの飛騨牛の牛肉については正直なところカレーにまみれているので、その美味しさっていうのは少し分かりづらいです。ただこのソースはコクがあって、いかにもじっくり煮込んだっていう感じのソースなんで、あの美味しいです。なんといってもこのレトルトカレーのセールスポイントは飛騨牛を使っているということなんですが、ちょっと残念ながらその飛騨牛を使っているっていう差別化があまり感じられないですね。完食しました。ごちそうさまでした。飛騨牛のうまみ、お肉の美味しさというのをとても期待して食べたんですけど、飛騨牛の良さっていうのがそのカレーソースに紛れてしまって、想像したほどこのお肉が美味しいなっていうわけではなかったです。ただ全体的には途中でも言いましたが、じっくり煮込んだカレーソースっていう味わいが感じられて、とても美味しいカレーなんですが、少し期待にまでは及ばなかったかなと。今後またこういったブランド牛の、カレーを食べてみて、どんな味わいなのか楽しみにしたいと思います。はい、それではまた明日お会いしましょう。さよなら。現在のランキングはこちらです。どうぞ。